なあ、ちょっとしんどいな。
石尾だ。カスガ、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて戦だ。あ、おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？こんな、ね、マジかよ。力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第一条は何だった？知るかバカ野郎、何も覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。 OK、 よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。おお、ちしつこいな。石尾だ、おやっさんの仇、奴だけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、分かってるよ。それはこの前ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。さあ、覚悟しな。ほら来いよ。見てなさい。やってやるぞ。誰に当たるかな。ほら、やるぜ。ぶっ飛ばしてやる。逃げるなら今のうちだぞ。見せてやるよ。全力で行くぞ。さあ、助けてやめるな。なめんなよ。いや、一緒にしてな。行くぞ、オラ！悲しい安心！手加減なしだ！どっ
ないな。殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。
よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ。極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。ん？そういうもんなのかね。何にせよあの切れた石尾田は厄介だ。中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。やるぞ。これだ。ありがとよ。ザコが。よし。見てなさい。誰に当たるの？今のうちだぞ。俺の番だな。よっしゃ。いくぞ。やってみろ。おい、来た。ソラよ。サンキュー。やんのか。やってやるぞ。ダッ。やるか。やってみろ。こいつはどうするかね。私の番よ。やんのか。とっておき。してみろ。誰を呼ぶか。逃げるなら今のうちだぞ。絶対負けない。はい、どうしたの。ミルクかな、おもちゃかな。ご機嫌悪いのかな。すすむちゃん、一緒に遊ばないのかな。どうしたの、お腹空いちゃってるかな。来いよ。うん？ほい。ありがとよ。してみろ。舐めんな。この番か。やってやる。強くなっちまったか。成長を感じます。いいじゃない。テンション上がりますね。うわ終わりだぜ石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。
さんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あ、あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。カムロ町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。どないした。それが。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい、二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残れたもんや。天道。石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえが、もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。
けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天堂、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか？ほな、もうポチッといったれ。了解しました。